元気です、英検。3年組が。いた。やだ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 。どこに行くのですか。鬼ごっこをする。あ、もう入ってるし、裏の。舐めてますね、あの女は。今回の舞台は原宿にあるアットコスメ東京。店内には様々なコスメや美容製品が取り揃っている。今回の鬼ごっこのエリアは1階と2階。制限時間は1時間。店内では歩行のみ、走るのは禁止されている。店内中心エリアにある買い物カゴに自分の欲しい商品を入れ、最終的に鬼で残ったものが他2名の買い物カゴの中身を全額自腹負担する。また逃走者を捕獲した鬼はその捕獲者のカゴから好きな商品を奪うことができる。前回最終的に奪える商品の数が3つになり、エアを騙そうとした浅見は鬼に。鬼ごっこ残りわずか、最後に鬼になるのは果たして。残り時間5分。ここでさらに新ルールが追加される。鬼は特定の相手に電話をかけることができ、着信中は通知を切ることができない。またその際、逃亡者はマナーモードを解除しなければならない。電話かかってきたらどうしよう。あ、これがいい。これ電話自由が大好き。この状況下でも危機感のないエア。エアはね、メイがあげたやつがちょいちょい入ってる。ちょっと待っとくかな。一回ここら辺で待って。あさみ、待ち伏せをすることに。多分もう入れに来ると思うんだけど、どうしようかな。これめっちゃ気になってて、これを最後に入れたい。入れたいけど。ウランが2階で警戒をしている一方、アサミは1階にいた。そして同じ1階にエア。どうしよう。エアがいたけど、どうしようかな。いや、やっぱウランに電話かけます。私結構ウランに取られてるんで、さっき3つ取られたし。ウラン、大きな恨みを買ってしまったようだ。嘘じゃん。どうだ。やばいやばい。通知は切れない。どこだよ。ならないで。お願い、捕まりたくない。捕まりたくない。やめて。これ出ていいかな。その隙にエアが商品を追加。意外とでかいよ。やめて。やめて。なに実は、たち。本当はウラン捕まえようと思ったんだけど、ね、うん、なんかどこいるか分かんなくて電話かけたけど。言ったよね。何？あの関わらないで。そっとしたくるじゃないよ。なのか。もう本当に嫌。いやいや。やば、顔めっちゃテカってる。あ、切れた。よかった。よかった。ウラン、2階にいたことで九死に一生を得た。
あら、なんか新しいの増えてるな。ねえ、それは DVD も増えてたっけ。別にそれは別にいらないけどね。じゃあもらう。ねえ、ねえ、ねえ、一番欲しかったの、それ。最後まで取っといたの。あ、そういうことか、ギリギリにね。そうだ、ギリギリにね。なるほど、頭いい。あー、ディオール欲しかったー。うん、何個取れば気が済むの。で3つ取れっから、人のところから。そよくそんなポン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 取れるね、あんた。あ、でもメイもこの結構細かいまつげのやつ欲しかった。ありがとう。メイのためもしかして。いや、これまあウランから引き継いだもん。あ、なるほどね。エア捕まったんだ。あいつめっちゃ売れてるよ。うわ、だから本当はウランのところがあれば取りたかったんだけど、うん、なんかエアがめっちゃ目についた。ねえ、もう疲れた。あ、メイも帰ろうかな。このパック。ねえ、もうやだ。お米のマスクめっちゃいいのでもらえますね。くそ。ほら、さっそ行け。ほら、さっそ、さっそ行く。はい、ごめんなさい。30秒。1、2、3。捕まったっぽいわ。私はウランの盗みます。舐めてますね、あの女は。一方、ウランはアサミと合流していた。そしてエアも二人のいる2階へと向かう。様子見。ディオールが欲しかったから最後まで我慢してたの。それを取られるとは、どういうこと。もうやだ。全員が2階へ揃った。トークだよ。もう怒ってるからね、いやね。うん、あさみちゃん、あさみちゃんだよね。エア、全額支払い。はい、というわけで終了いたしました。最悪だよ。疲れたよ、ね、最初めっちゃね、入れてたんで、ね、一番少ねえ。ちょっと調子こいてて、ね、なんなら何入ってまだテスト入ってる。テストはお返しください。お返し。うざー、お前ら。なんだろ、そのでもうち結構自分で入れてるやつほぼないかも。はい、というわけで、まあ、ここにある全てなんですけれども、はい、エアちゃんに自腹で全て買っていただきたいと思います。嬉しい。この企画って何なの。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうね。まあ、エアちゃん優しいもんね。うん、うん、ありがとう。あ、大丈夫。じゃあ、よこそ。ありがとうね、おばあちゃん。ありがとう、ありがとう。これは戻してくればいい。あ、違う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 。お会計してもらって。うん、ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう、おばあちゃん。でもね、多分高いの方がエアがいらない。そうそうそう、そう自分が悪い。そうだってエア買うつもりなかったもん。あ、ね、買ってもらって。そう、エア買うつもりでいたから。なるほどね。そう、まさか自分でこれ払うと。じゃあ戻してくるよ。いや、買ってもらって、ね、ありがとう。しかしこれで鬼ごっこは終わらなかった。ね
怖い。広すぎてマジでわかんねえ。私はエアの上着を脱がしてやりました。うわぁ、お顔はふざけんな。じゃあスカートの方脱いでもらえますか。